マネー的なもんなんて、はい、一番分かりやすい例やから言うけど、あの人生ゲームって昔あったやんか。ありましたね。まあ、今もありますけどね、人生ゲーム、ね。あれでなんかほら、人生殺みたいなやつ。はいはいはい。ね、キャッシュローゲームを入れてありますよね、人生ゲームね、はいはい。そう、今の米ドルもユーロも日本円もあれと一緒っちゃ一緒なんですよ。うん、誰かがこれが通貨ですよって決めたらそうなるだけの話や。さっき朝ちょっとマリーナ行ってきて、今日はもうマリーナお届けしましょうと思ってたけど、はい、暑すぎて。ああ逆にあれ、ま、戻ってきたんですね。あ、なるほどね。暑くて暑すぎるのと、はい、この台風か、はい、今日何日やったっけ。今日は13日ですね。今週っていうか、まあ明日明後日か明後日ぐらいに来る台風の船が飛んでいかんようにきっちり縛ってきましたみたいな。ああ、なるほどね。あ、波とかに飛んでいく場合もありますね。いや結構ロープ切れたりするのよな、結構。そうでしょうね、うん、多分ね、切れますよね、うん、多分ね。今回6本ロープ増やして、はい、全部で10本ぐらい縛ってるから、はい、ああ10本ぐらいか、まあ、それまあギリ、まあ、まあ持つか持たないか分かんないですよね、多分ね。そうですよね。そうで、まあ、はい、全部なんていうかな、二重にしてもうがっちりとくぐってきたけど、まあそれでも結構ね、あのものすごい台風来ると桟橋ごと飛んでいくことって結構あんのよ。ピューンって飛んでいきますよね、多分ね。桟橋ごと飛んでいくみたいなことがあったりする、はいはい、もうその時はもうしょうがないわねみたいな。もう自然環境でね、すごいですからね、その勢いがね、本当にやばいっすよね。あれ自然の力ってすごいと思いますよ、本当に。風の力と水の力ってやっぱすごいよな。すごいです、すごいです。だってこっち僕らが何も抵抗できないですもん。こう諦めるしかないですね。はい。プーチンより怖いよな。例えで人間、まあ例えで言えば人間より怖いですよね、自然は。ハリケーンとプーチンが戦争し戦ったらどっち勝ちましょう、勝つんでしょうかみたいな。そうですね。まあ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 、確かに自然、まあ全体的に自然はもうやばいですね、やっぱりね、やばいですね、うん、はい、ということで、まあ今日はちょっとあの朝ね、朝っていうか、まあ朝早くからマリーナ行って台風に備えて、ボートをくぐってきましたと、はいはいはい、ということで今日はちょっといつもと違って自宅からみたいな、自宅からか、いつものようにお医者さんのところじゃないというね。うん、今日、うん、自宅なんですけど、今日は家におるのはワンちゃんだけみたいな。あれ、娘さんとかいらっしゃらないですか、娘さんとお母さんは。ワンちゃんと猫ちゃんが横にいますみたいな。ああ、奥様とかいらっしゃらないんですね、意外と。お母さんは、今日はあれですね、某政党の選挙活動みたいな。応援。応援活動に。お母さん、結構パッションの人やから。あの母さんもまたすごいというか、なんというか、なんか。某政党のこう助っ人っていうか、応援っていうか、オレンジ色のっていうシャツ着て出ていきましたみたいな。ああ、なるほど。なるほどね。娘は娘で、なんかさっき、はい、さっき、ちょっと30分ぐらい前かな、はい、今から仕事みたいな感じで出て行った。今、一人暮らしはしてないんですね、意外と。もう今帰ってきてるけど、帰ってきてからほとんどおらんよな。ああ、本当ですか。でもいいですね、帰ってきたらほとんどおらんって。うん、たまに顔を合わすぐらいかな。うん、ああ、それはいいですね、うん。ほぼいない。いるかいないかも分かりませんみたいな。あれなんかもう一人留学生来てませんでしたっけ、4月から。あれね、あの子ね、ちょっと延期になったんよ、事情が。あ、そうなんだ。そうなんですか。うん、台湾の子ね。で、台湾といえば、麻生太郎ちゃん。はい。麻生太郎ちゃん、なんか台湾行って、なんかね、台湾有事は日本の有事だみたいな。お亡くなりになられた安倍ちゃんと同じようなこと言ってますみたいな、うん、まだやんのかよみたいな。でね、結局もう本当ああやって炙り出されていくっていうかな、うん、だからまあ中国というか株式会社中国共産党じゃない方の中国共産党、うん、
後もらほうって言ったんやかな、これから新しく落としてる共産党なんか、もうやる気ないわけよ、そんなもん、そもそも。今、有事言われてもね、みたいな。で、まあ、あの人なんて言ったっけ、あの腹話術みたいな顔したりと、お、大きなんやったっけ。大きな、うん、中国語で言うと、ワンイーさんっていうんだな。あの人が、まあね、ちょっと前に言ってたように、中国とね、韓国、中国、韓国、日本は、はい、まあ、これもアジア、東アジアのその平和発展というか、発展やな、発展のために手を取り合ってやっていきましょうよって、はい、あの人言ってんのに、まだ、はい、麻生太郎ちゃん、台湾行って煽るのね、みたいな。どこまで戦争させたらいいのよ、みたいな。あれね、だからああやってあぶり出されていってるってことですよ、本当に、本当のなんていうのかな、その、うん、一見右翼っぽいような、一見愛国に、はい、愛国心あるありげにしながら、いや、実はね、戦争なかったら困るんですよ、東アジアに、みたいな人たちが今回、またあぶり出されていってる、だからもうさ、うん、これ、いつものお話と一緒で、本当ね、最終局面来たよ、うん。はい、アメリカで選挙の件とかバイデン親子っていうかバイデン家族バイデン一族の悪事とか、はいはいね、人身売買とか、ね、アメリカもそうやし、であとあそこウクライナなんかでの臓器、死んだ兵士の臓器摘出して売ってるとかな。あと何やったっけ、バチカンのゴールド、はい、何トンか知らんけどトランプがもう取り返しましたみたいなやつとかな。だからもう本当に暴露というかこう今までのこういうことだったんですよみたいなのがもう全部一気に吹き出てきたみたいな。なでこれ8月ってね、欧州なんか結構ヨーロッパってバカンス、夏休みやからな、普通の何もないっていうか例年はこう静かなんや、みんな夏休みでどっか行ってますやけど、今年はもうフル稼働でみんな働いてるみたいな感じ、ヨーロッパも。うーん、あとなんだっけ、西アフリカか、まあそのフランスと、まあ旧スペインとかな、オランダとか、まあ今フランス要は ヨーロッパの植民地っぽくなってるとこですよ、はいはいはい、あの西アフリカ、ニジェールとかな、今ちょっとやってるけど、まあだからああいうのを、まあロシア軍というかワグナーっていうかな、あれがまあ後ろにいて、はい、まあ解放というか、まあ、まあ、はいはいはい、向かってもうその植民地からの解放っていうのを進めていってんねんけど、ちょっと西アフリカはごたつく局面があるかもわからんな、あのベトナム戦争みたいな感じ、はいはい、あれもフランスやったわけですよ、ベトナムもね、はいはい、うん、フランスが植民地支配してて、うん、そのフランスがもう手引き上げてアメリカが出てくる、はいはいはい、でアメリカボロ負けで逃げるみたいな、はいはいはい、うん、アフガニスタンと同じような感じですよ。今回西アフリカもちょっとそういう局面があるかもわからんな。そうですね、あとなんて、まあ東アジア最後の砦の東アジア極東っていうんか、はい、その朝鮮半島あと台湾、この極東が唯一のもうこれ何この動画でいつも言ってる最後の最後の頼みの綱みたいな、ね、はいはい、もうここがなくなったら完全に世界平和を訪れますってことになるからな、うーん、何が何でもっていうことでこうあっちゃこっちゃ行ってもう戦争だ戦争だって騒いでるけど、はい、まあはっきりこの動画でいつも言ってるけど、ないよ。ないと、ない、うん。中国全くやる気なしやな。日本も全くやる気なしみたいな。やらしたい連中がやれやれ、はよ戦争、はよやれ、いつやるんだ、はよやれ、みたいな。はいはい、煽ってるだけで全くその気はありません、みたいな感じだね。うん、だからまあ、本当最後、地球平和っていうかな。はい、っていうか強制っていうか、各国に各地域、が強制、多極化的な感じで強制調和していくような時代が本当来ますよ、もう200% 来ます、うん、それが今来る前のもう最後のあがきみたいな、うん、そんなってきましたよね、はいはい、って感じですよ、すごい面白い今。ゴールドリンクはブリックス新貿易通貨とかね、うん、まあで9月にテキサスからゴールドリンクの新ドルっていうのが出てくるし、うんうんうん、であとまあロシアは先週ぐらいから始めたん違うかな、デジタルルーブルな、この実証実験っていうか実験、うん、あれを地下鉄なんかで使えるかどうかを今やってますよ、はい、先週ぐらいから始まってますよ、はいはい、うん、本当新たに動きっていうか新しい方へ向かって動き出しましたみたいな、
はいはいはい。で、プラインにつきましてはもう完全に終わってますよね。もういよいよ終わりましたって感じですね。うん、そんな感じかな。あとまあそうだな、まあアメリカはもう本当なんていうかな、その利上げに次ぐ利上げで今回で11回目かなんか、ちょっとよう分かる、もう何回かよう分かってきたけどもういよいよとどめですよこの利上げでね、すごい今上げ上げですよ利上げね、やばいっすね。11回か12回か、僕もちょっともう記憶にないぐらいずっとやってるから。うん、で、この、もう、この9月がもう1回でしょ。で、もその次、この秋以降にもう1回 0.25 利上げ来たら、もう本当終わりですよ、もう。うん。要はちっちゃいね、地方銀行みたいなところがドタ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 倒れていくと思うわ。うん。もうだって持たなくなってるし、それが、かなりの規模でダメになってきてるらしいですね、やっぱりね。で、まあ、やっぱりそれの引き金引いてるのは、まあ、金融で、まあ、なんていうかな、商業用不動産っていうのかな、要は、テナントビルみたいなやつですよ。はいはい。融資が結構、もうこんだけ金利上げてくると焦げついてくるし、で、その不動産に対する融資じゃなくても、その建築、いわゆるコンストラクションですよね。いわゆる、はい、この建物を建てるための融資みたいなやつがあるんですよ。はいはいはい。でコンストラクション会社に対してね、でそういう融資なんていうのは3年、はい、短期融資なんですよ。3年ぐらい入れて、うん、で建物が建った後に今度長期の借り入れに借り換えする、はいはい、ただまあそのこの3年の融資短期融資の間にその焦げついてしまうわな、もうそもそも建築が止まるとかな、うんうん、そもそも建てたって商業用不動産なんてもう借り手がいないみたいな都会は。はい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 。だから共和党陣営じゃなしに民主党陣営のそのいわゆるサンフランシスコとかカリフォルニアとかああいう何ていうか都市部のその商業用不動産っていうのはもう本当テナント空きまくってるんでね。うん。コロナから始まってな。で、はい、まあそうやって治安が悪いんですよ今。移民どんどこどんどこ入れてるんで。はいはいはい。うん。民主党の子が握ってるような地域っていうかな、都市部はな、ものすごい、はい。なんかしてるんで、やっぱもう商業用オフィスなんてこれからもうアメリカも相当しんどになるしな、今回はもうでっかくって感じちゃうかなと思いますよ。うん、でまあ結局まあそれの焦げ付きっていうか大きな穴を開けるのがやっぱ不動産の融資ってことになってくると思うわ。はいはいはい、うん、感じですね。はい。だいぶね不景気不景気、インフラって言っても結構いろんなところでも倒産が多いですからね今ね。ああまあまあね、日本もまあコロナ、日本の場合もその、ね、コロナの返済、コロナ融資の返済がゼロゼロの返済が始まってるんでね、うん、この6月ぐらいから始まってるから、まあまだね、そんなに大きな、なんていうかな、話にはなってないけど、これから地味に半年1年、この年末から年明けにかけて、じわじわやっぱり、もうて、もう無理ですみたいなとこ増えてくると思うわ。で、倒産とか破産っていうよりは、はい、もう諦めるみたいな感じ、うん、諦める感じ、そう、後継者もおらんし、でまあなんていうかな、飲食店なんかなかなかなんていくらやったってまた疫病みたいなの来たらもう大変よねと思ったりするしな、うん、で働いてくれるなんていうかな従業員みたいな、うんうん、リクルートもうまいこといかんし、人材不足やし、で原材料の仕入れは上がるし電気代上がるし、なんじゃかんじゃと、もうええわみたいな、まあまあ物価も上がるしね、なんかすごいニュースでやってましたね。もう一回ごあさんで倒産してもいいんじゃないのみたいな、うん、もう諦めっていうかな、うん、はい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 、そういうところが増えてくると思うんですよ。うん、まあこれはまあね、コロナの融資受けてる受けてないか関わらず、その農業なんそやはない、今もう漁業なの、うんうん、もう跡取りがおらんと、うん、でね、みんな70代70、60代やった人がやっぱ70代なり80代なりになっていくんで、農業なんかも、はいはいはい、うん、ここへ来てその国は助けてくれへんしね、飼料、何や、仕入れ、現在材料の仕入れ、いわゆる飼料から、農薬から肥料から全部、うん、で一向にその農作物は高く買い取ってくれませんねみたいな話になってくるんで、うん、で若い人たちやったらね、そのネットなんか使って直販みたいなこともすんねんやけど、もう70、75なってね、そんなことまでしてと思うでしょ、やっぱもう。うん、まあ確かにね。うん。
だから農家なんかも農業なんかもやっぱりね、今は一時的に衰退していってるけど、これから若い人たちがね、日本の農家っていうか農業を背負っていくような形には変わっていくやろから、はいはい、うん、だからちょっと向こう 3,4 年ぐらいは日本の自給率非常に低いんで、はい、食料自給率かな、だからちょっと向こう 3,4 年はちょっと一時的にこうね、あの外国から物がなんていうかな、食料入ってけえへんとか、うん、そういうことができた時には入ってけえへんっていうのは、その要は、燃料代が上がるからコストが上がりますとかな、コンテナがどうなりましたとか、一時的にサプライチェーンがまた寸断されるようなことがある、うん、はいはい、基本的にはいろんな問題出てくるかもわからんけど、はい、まあ、そういう問題が出てきた後に、まあ、若い人たちが自分たちでもやっていこうぜみたいな感じで出てくるんでね、うんうん、まあ、だからなんかことがないとなかなか次にいかんよなって感じですよなかなかいかないでしょうね、まずにぞってやってからやろな、やっぱな、うん、そうですね、まあ、今のところスーパー行ったらね、野菜も売ってるし、お肉も売ってるし、魚も売ってるしやけど、まあそれからね、はい、あ、でもそう安定して供給できるかって言ったらそうじゃない時も来るかもからな、多少な、一瞬だけでも、ね、うん、まあそんな大したことには日本はならんと思うけどみたいな、はいはいはい、そんな感じです。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、 なんか僕から言ったような、なんか話しようかってね、っそうですね、今日はお盆スペシャル、まっちゃんまっちゃんスペシャルということで、自由に生きるという時代というですねテーマでですね、まっちゃんから言われてましたですね、うん、まあ、自由というか、まあ、自由に生きる、僕自身も自由に生きたいと思ってますし、今自由に生きてるんですけど一応はアイちゃん的に今が不自由いや、あのね、自由すぎて困ってる部分はありますよ。自由に動きすぎちゃってていろんなものでね、いろんな意味で逆に自由に動きすぎちゃってるから大丈夫なのかなと思いつつ、僕は自由じゃないと生きていけなくなっちゃってますね、もうね、っていう状態。ああ、要はもう、要は不自由っていうか、なんか本来はちゃんとやらないといけないけど、自由じゃないと多分もうやっていけないんだろうな。そもそも自由なタイプの人間なんで、僕自身も、抹茶もそうじゃないですか、だからこう自由な人間だから。いや自由ってねみたいな、自由ってね、何をもって自由と言うんでしょうかみたいな。いや、でも自分が自由と思えばその点で自由じゃないですか。うん、結局まあそういうところにたどり着くよな、うん、結局自分が自由だって思ってれば自由なんですよ。環境はどうあれ、周りがどうあれ、だから自分がもう自由人だと思ってれば自由なんですわって思ってます。ちょっとなんか悪いよな、最近悟ってきたなだいぶそれはか、あの、変わってきましたよ。やっぱりその結局は自分なんで、自分目線から見た世界じゃないですかうん、うん、だから結局どういうことなんだろうなって思いますけどね。やっぱり他人に依存しちゃいけないから、他人の見る目ではなくて自分が見る目だから全部、うん、だからまあ、ね、周りに何が起ころうが、地震が起ころうが、台風が来ようが、爆弾降ってこようが、うん、自分が自由だと思ってれば自由なんですみたいな。自由なんです。じゃあ自分が自由だと思ってればいいんですけど、みんな自分が自由になってないし、逆にまあ個人が自由に生きる時代ではあるなっていうのは本当に思いますよね、やっぱりね、うんうん、で、まあ、そのやっぱりこれもね、このチャンネルっていうか、はい、あのこの動画のなんていうかな、趣旨っていうか、まあまあ、いつも言ってるような話で、うん、まあ、本人の認識その人の認識だけの世界なんですよ、自由か不自由かみたいな話、うん、まあ、いわゆる、あの、よくなんていうのかな、なんていうの、抹茶が嫌いですけど、よく言う、なんで、横、世間一般の真っ当に言うことであれば、メンタルブロックですわ、それ、うんうん、メンタルブロックの話だと思うんですよ。そのブロックがあるから自分が自由になれないっていう、なかなかちょっとだけ外してあげれば自由になれるっていうのと同じなのかなって思ってて、うん、だからね、うん、分かりやすく言うと、いつも言ってる話をもうちょっとかいつまんで分かりやすく言うと、うん、なんかアクセル踏みながらブレーキも同時に踏んでますみたいな人が結構多いよ。ああ、急ブレーキしてるってことでしょ。いや私は前へ進みます、あの、自由で羽ばたきますって言って、アクセル踏みながらどっかでなんかこう、なんていうかな、右で、はい、足でアクセルガー踏んでんねんけど、左足でなんていうのかな、こう足かせっていうか、なんか自分でなんていうかな、はい、こうなんて言ったんかな、こう、わかりますよ、言ってることはわかりますよ、自分止めちゃってるってことでしょ、うん、左足でこうなんかまた不自由してるっていうか、うん、縛ってるっていうか、結局進んでねえやんっていうことが多いですよね
制限制限制限かって感じです、うん、アクセル踏み持ってブレーキで制限もかけますみたいなことやるから、うん、だからなかなかねやっぱりその制限かけてる左足のブレーキをちょっと一回離しましょうよみたいなことですよ、ね、言ってんのはいつも、うん、でその制限っていうのは 何の制限なんかって言ったらやっぱりこうストラクチャーって構造世の中の常識的なもんとか構造的なもんとか人の目とか社会のルールな社会の常識っぽいやつとか、うん、あとはまあそのなんていうかな勝手に自分でこうやってもうまくいかないと思い込んでるとか、うん、そういうどっちかって言ったら直感ではない、うん、自分から分離した自我みたいな、はいはいはい、もう一人の自我を強烈な自我を持ってる自分が邪魔してますみたいな、はいはい、そんなですよ、うん、だからもうね右足アクセル直感だけで行っていいんじゃないのみたいな、はいはいはい、でね結局制限かけないっていうか制限をかけない自分になるみたいなのが自由やと思うんですよ。だから、うんですね、そう何事もそうなんですけど、まあ、全部俺とか私の思い通りだぜこの世の中はみたいなで俺私にできないことなんて何一つもないわよ、うんそういう境地でええんちゃうかな自由って単純に、うんそうね、だから結局なんかみんななんか結局恐れてるというか常識に縛られちゃってるというかこう丸々であるっていうことに縛られちゃってるからそれの行動しかできないっていうことは多いですよね、うん、だからねまあちょっと俗っぽい話でいくと、うん、俗っぽい話でいくと、0から10までのそのなんていうかな、はい、パワーっていうか人間的なそのエネルギーみたいなものがあって、はいはいはい、で10のマックスの力を10のマックスのところへ行くまで右足でアクセル踏み続けてたらいいんやけど勝手にそこへ行くんやけど、はいはい、なったんけど私には5しか無理ですって思ってる半分私がいますみたいなまあまあでもそれはみんなそう思っちゃいますよね結局だってそのだからその可能性それは思っちゃうと思うな結局これってそう思った時点でもそこでそうならないんですよ。これ分かるでしょ、まあね、そうそう分かる分かる。そう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 。それはそう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 。誰でも分かると思うんですよね。ただその0から10のエネルギーっていうかパワーっていうかその10人ための10のエネルギーとか10のパワーで前へ行くためのその、はい、なんていうかな、なんていうかな、ちょっとしんどさみたいなやつとか。努力的みたいなやつの話ってこれ個々人なんで別に全然楽よね楽しいわって思って10になる人もおれば苦痛だわと思って10まで行こうとする人もおったりするわけだな、うんうん、そうそうそう結局認識の差なんですよ、うん、別に簡単だわと思ってれば簡単なんでみたいな、はい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 、だから結局そのやってる行為とかそのやってる行為とかどのようにしたかみたいな話じゃなくて自分の意識とか認識の中でこんなん簡単だよねって思ってればいいだけの話なんですね。そうね、いかにそうすることができるかっていうのが僕重要なんちゃうかなと思ったりするすそうだから結局なんだろう、どうなんだろうな自由か、今日はちょっとこれまた分かりにくい話になってきたからみんな見てくれへんかなみたいなやつかな分かりにくいっちゃ分かりにくいですけどその結局なんだろうな自分を信じてやるしかないんですよねとは思うんですよね、自分を信じてやる自分を信じてやるしかないのといや今愛ちゃんの話でいくと面白いんやけど自分を信じるしかなかったらあと何を信じんのよみたいな逆に質問ねんけど何信じんのみたいなあとは信じる他人を信じることじゃないですか要は結局できない人って他人を信じてたって他人の言われたこととか他人の行動パターンっていうのをそのなんだろう依存した部分も多いから結局自分で何も判断できなくなってしまうっていう人が多いと思うんですよね。他人の会社に所属するにも会社に異論するってことになっちゃってるので、
いや、あのね、いつもこの動画でなんかちょっとこういう系の話、生々しい系じゃない時の話の時に俺いつも言ってんねんけど、うん、その自分が自分ですよ、愛ちゃんが、例えばね、愛ちゃんがいないってなると宇宙も地球もないわけよ。はい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 、でしょ。そうですね、はい。でその愛ちゃんが、愛ちゃんっていう自分がおらんかったら他人もクソもないわけですよ。そうですね、存在自体、はい、これ ものすごい分かりやすいでしょ、見てると多分みんな、はいはい、自分がいて自分の認識があるから周りがあるみたいな世界、はいはいはい、だから世の中は自分だけだみたいな話になるんですよ。そうですね、はい。なんとなくこれ分かってくれたらすっごい楽になんねんけどな。 A さんも B さんも C さんも D さんも俺がいるからあなたたちは存在してるんですよみたいな。あ自分から、はい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 、で、うん、そうでしょう。結局、うん、A さんから見ると私がいるからあなたいるんですよと俺に。はい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 、そういうことでしょ。はい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 、うん、でその自分の認識がなければ、自分がなければ宇宙なんてないんですよ。で神様もないんですよ。そうっすそうっすね、そうっすね。あの食べた後はポカンになる、とはポカンになる動画ですよこれ。いやいや、ちょっと冷静に考えたら簡単にわかるんですよ。はいはい、今ちょっと本当考えて、自分がいなかったら宇宙なんてないのよ。まあそうね、自分がいなかったらそうですね、はいはい、自分が認識ないんやから、はいはい、それはそうです。そういうことでしょ。そうですそうですそうです、だから自分の認識のない外の世界はないってことですよ。そうですね、はい、自分が認識しない外の世界はないですね、はい、これ真理なんですよ。はい、だここを分かればもう本当なんか羽が生えて飛んでます。確かにそう。プーチンもバイデンも習近平もキム・ジョンウンも俺がいなかったら君たちはいないんだみたいな世界、うん、理屈はその通りですよ、理屈は吟味と。いや理屈じゃなくて、理屈じゃなくてそれが真理なんですよ。はい、だから自分の認識は全て思い通りみたいな話なんですよね。はいはいはい、でじゃあ地球丸ごと、この世丸ごと俺の思い通りだぜみたいな話になってくるわけよな。そういうことでしょ。そういうことですね、はい、だから大きな、なんかこう歯車の中っていうか、大きなものが外にあって、それによって私たちは動かされてるとか、なんかその通りに動かないといけないとか、なんかそんな変な話ないよな。それはまた違います。だから結局なんだろう、今命があるわけだから、命が宿ってるわけだから、それを自分から見たら周りがあって、そうそう、だから自分の中心点から周りがあるみたいな、自分の中心点が消えたらそれは周りも消えるっていうのはその通りですよね、真理ですね、はい、うんうん、だから自分を信じるとかそういう話なんてなくなる、そんなことありえへんやろ。だっていやでも それが要はそれがよくまっちゃんが言う、まっちゃんが言ってること、さっきほど言ってた、その外部に、その外部の中の自分って思ってる人が多いんじゃないですか。そこですよね、結局そのでかい何かからの自分の一人だって思い込みをしてる人が多いっていうところですよね。そこは変えないといけないってことよね、要はね、整理するとね、うんうん、今日はちょっとこれ愛ちゃんやっぱり変な人と思われるかな、この話。あの理解するのは時間かかります。あ、そう、あの、うん、いや、あのまっちゃんの考え方って理屈は本質はその通りなんですけど、あの9割ぐらいはその考えになってない人が多いから、結局、うん、そのもうやらなければいけない、やらめればいけない、だから自由になってない、丸々じゃないといけないとか、そういう思い込みが多すぎるんですよ。ただそのリミッターを解除しないといけない。例えば簡単に言えば YouTube は売り上げにアップするから YouTube やるしかないとか、そう思ってる人も多いってことですよね、簡単に言えば、うん、そうじゃないから、だからあのやらなきゃ、何とかしなきゃ、何々しなければならないとかな、そうそう、こうするべきだみたいなやつ、あれもね、
あの左足でブレーキ踏んでる制限と一緒なんですよ、あれ。だから要は売り上げを上げるために丸々しなければならないとか、そういうの全然違くて、そうだから自分の中にいるもう一人の自分、なんて自我を持ってる自分っていうかな、はいはいはい、毒っぽい自我を持ってる自分が勝手にやってるんですよ、それ、うん、そうだから勝手に作り込んじゃってるから、そこが良くないよねってその通りであって、だから結局自分中心であれば思いのままに世界を動かせるってことなんですよ。だって自分の個人だからね、うん、そうだから、なんかその世の中というか地球の中とかの私、はい、思い込んでるみたいな、はい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 、宇宙の中の私ですって思い込むみたいな、うん、わかる？これね、本当は逆なんですよ。自分の中に宇宙があるんですよ、本当は。うん、そういうことになるわけよな、うん、だから自分の認識がなければ宇宙なんて ないとすると、自分の中に宇宙があるのよ、これ。あ、面白いやろ、アイちゃん。どうやこれ。ポカーンとなる、その短歌読んですわ、今日の。え、いやいや、わかります。だから自分の中に宇宙があるから、結局自分だから、なんだろうな、まっちゃんの言語をまとめるとどういうことだろうな。結局自分が自分が世界の中心だってことですよね。それは分かりましたよ。いやいや、中心じゃなくて自分しかいないんですよ。あー、なるほどね。はいはい。自分だけみたいな。自分だけ、なるほど。自分だけ。あとは映像として見えてるだけみたいな。なるほどね。はいはいはい。それだけの話ですよ。はいはい。宇宙は自分の中にあんねんから、そうなる、うん、なるじゃないですか、だって。宇宙は自分の中にあるから、ほうが自分から広がっていくってことか。はいはい。はははははは。一人宇宙ですよ、だから。一人人宇宙みたいな。やっぱおもろいわ、まっちゃんのその考え方とかだよな。うん、はいはい、はい。いや、そうなんですって、自分の認識っていうか、その、肉体がなくなっても魂続くとか、肉体がなくなっても意識は続くみたいな話じゃなくて、はい、その、そもそも宇宙とか地球みたいなもんって、はい、なんていうかな、形っていうか、とりあえず目に見えてるだけみたいな世界の話なんですよ、はい、あんなはい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 、一応そういう体裁にしてますっていうだけのことなんです、はい、分かる、うんうん、そも何にもないと思ったら分かりやすいんですよ、はいはい、その何にもないんやけども、何にもないものを自分の一人それぞれの中に作り出していく宇宙みたいな、うん、そういうイメージですよ。だから、うん、その自分を信じないとか、はい、なんかみんなと競争するとか、はい、なんかあいつはええとか悪いとか、そんな話も全くなくなってくる。はいはいはい。いいよな、こういうの、愛ちゃん、どう？いいと思いますよ。だってその考え方超いいっすよ。うん。もう超自由みたいなの。そうそうそう。その方がうまくいきますよ。だからやっぱりね、みんな固定的だね。まあ、固定的っていうと、それはおかしいな、なんだろうな。やっぱり、いや、まっちゃん語で言うのであれば、自分、やっぱり大きな歯車というか、大きな世界の一部だと思ってる人が多い。じゃないよ、その真逆だよって話だよね。今日は超変な話になってるけど。なってますよ。なってな、よくまあ俺もついてきてるなと思ってますけど。だから例えばこの三次元世界で肉体を一応とりあえず体裁として肉体を、うん、あなたこの肉体ねってゲームの中のキャラクターみたいなもんなんで、あなたこれねって与えられてる我々が、例えば寿命でも120歳まで生きるのと80歳まで生きるのって決めれることってできると思うんですよ、僕は。本当に自分でね、コントロールできるってことね、はい、で自分は120まで元気で行きますよって思っとったら多分行けると思うんですよ。はい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 。うん、いや本当に。なるほど、うんうん。漠然と最低っていうかな、まあ今までの世の中、今までの世界っていうのはどちらかというと、死ぬも生きるも神次第みたいな。うんうん、私には分かりませんみたいな。とりあえず長生きさせてくださいみたいな。うんうん、こういう意味。はいはい、日本が。他力本願ですね。でも、メッサー他力本願ですね。はい。
でもそういうこと多かったでしょ。どう、あいちゃん、漠然と長生きしたいけどなんかいつまで生きるんやろうかみたいなとか考えもしませんみたいな、うん、どう、そういうと多かったでしょ。多かったですね、うん、でもこれからって120まで私は生きるんですよって決めたら絶対生きるはずなんですよ。だって120歳まで生きる生活とか生きるそういうための食べ物とかそういう120歳まで元気で生きるためのその生活習慣とかストレスのない生き方を学んでいくはずなんですよ多分。うんうんうん、でなると多分生きると思うから元気で、うんうんうん、っていう世の中っていうかそういう社会っていうかそういう新しい時代ですよ。はいはい、うんうんうん、そういう信仰的なもんっていうかそういう信仰的なものを理解して、はい、この人生っていうのかな楽しみながら組み上げていく人と全くそうじゃない今までの人っていうのはもう、はい、その自由不自由の差が運転の差ぐらいになるんちゃうかなって思うのは結論みたいな。はいはい、でもそれはそうだと思いますよ結局、うん、ねえ、うんうん、それはそうだと思う、それはその通りだと思いますね、うん、結局のところそこは各社によってその、よくまっちゃんが言う、差別化、うんうん、の二極化か二極化していくのは三極か四極かだから二極か三極か、これは経済的なその、はい、なんていうかな余裕があるとか余裕がないとか給料少ないとか高いとか、うん、そういう話じゃないんですよ。そこじゃなくて気持ちの問題でも入ってきますね。みんなをずっと貧乏だとか金持ちとかな、うん、で通貨が何やったっけ、うん、その通貨があればなんとかなるのにとか、はいはいはい、いつもアイちゃんが言ってる話ですよ。だこれね、うん、この手の話っていうのは形の世界の話なんですよ。まあそうね、はい、そうでしょ、そうですね、はい、だからじゃあその形を現実的に操作してるのは何なんかって言ったら、はい、認識の差なんですよ。うーん、ここの認識の差ですね、はい、そうなんですよ。だから、うん、はっきり言った話で俺の寿命が120歳まで健康で生きるっていうことを自分でコントロールできる人にその痛快な悩みでどうにかなるなんてことないって分かるでしょ。分かりますね、はい、うん、全部自分でコントロールできるわけですよ。だから全部できますね、コントロールは、はい、自分で思いのままにコントロールできますね、はい、これが自由ですよやっぱ、はい、だからやっぱ自由というかな、まあなんて自由というよりは、はい、楽しく楽しく毎日を過ごして、まあ、この三次元世界良かったわねと思ってあの世行けるまでは楽しくやろうと思うと、やっぱちょっとそういう本当なんちゅうかな原理原則みたいなものを知っといた方がいいんじゃないのっていうことでやってるチャンネルなんで面白いよねこれ。うん、伝わる人には伝わりをしてますからね、本当にね、うん、でもねここ分かると全然変わるよ、あの、うん、何もとか、うん、だからまるっきり制限がないんですよ。もうこれはできるとかできないとか、うん、はい、なんていうか無理でしょうとか、いや、はい、そんなことやったってみたいな、なんていうかな、そのうーん世の中のせいにするとか他人のせいにするとか、はい、社会風潮のせいにするとか、はい、で、なんていうかな、周りの何かのせいにするみたいなものがなくなるんですよ。うん、もうすべては自分次第っていう話になってくるんで、うん、だからこれはすべては自分で責任を背負い込みましょうっていう話じゃないんですよ。はいはい、うん、だったみんなそれぞれの認識次第でどうにでもなりますっていう話。どうにでもコントローラーできますね。はい、そうですね。うん、はい、ただそれだけみたいな。いかがでしょうか今日のお話はみたいな濃い話ですね。相変わらずと思いました僕も。いや今日はお盆なんで俺のおじいちゃんとかおばあちゃんが お父さんとお母さんがこうあの帰ってくるから、帰ってくる日ですからみたいな。はいはい、もう帰ってきて後ろにいるんでしょうねこうね、なんかこの辺に乗り移ってます、ね、乗り移ってうちも乗り移ってますから、うーってね。だから昨日墓参り行きましたね、うーっとね。死んだ親父と死んだおふくろはこれで漂って、お前これ喋れって言われて。だエネルギーが違いますからね、今日はね。金巻ちゃんのね。まあ今日ね、ちょっと本当はお盆っていうから、8月13日っていう日なんで、まあ明後日は終戦記念日なんで、ちょうどいいと思ってこういう話してるんですよ。で、面白い何か別として、実際はそういうことなんですっていうこと。うん。うん、
なんかコーラってことすごいシンプルなんですよ、何事も、うんうん、考え方も行動も判断基準も全てシンプルが思うがままみたいな。だから自分が思うままですよね、うんうん、だからやろう、何かを行動するとか行動しないもその魂というか直感に従ったまんま赤ちゃんのように動くみたいなとか、うん、あった、僕いつも言ってるのは面白いか面白くないかだけですよ、判断基準、うん、面白いから YouTube やってますしね。なんかね、だから嫌やったらやらないだけの話なんで、何でも。だから、まっちゃん自身、ワクワクドキドキするからやってる部分もあるしね、そのワクワクの先を見えてるから、自分がやりたいからやってるわけだしね、本当、それは毎回そうですよね。まあ、会った時からそうだと思います、本当に、まっちゃんはワクワクドキドキの人なんで、はい、面白いこと。嫌なことは全くしないみたいな。ただ世の中というか、一般的な人たちがこれ、なんかだるいし、言うと嫌だよね、みたいな。みたいなことでも僕の中の認識でこれ楽しいと思ってれば全然何やっても楽しいみたいな。だけど自分だからね結局ね、うん、ねえみたいな。さあ皆さんどうしましょうこれみたいな話。まあでも抹茶の場合はもう直感でそのワクワクやるものをやるって言ってやるって言ったらもうとことんとこまで極めるからね、最後までね、うん、自分が納得できるまでやり続けるからそこはね、本当にそこはおもろいなと思いますし、まあ、あとは誰と一緒にやるかになってくるとは思うので、ね、仕事もそうだしね、はい、うん、まあそんな感じでね、はい、まあなんて言ってどうまとめたらいいんかちょっとよくわからないな。まとめがねなかなかね。まとめようがないっていうか、まとめようがないんですけどね、十という中のまとめってなかなか言いにくいですよね、やっぱりね。うん、だからまあ本当なんていうかな、その自然っていうかその地球の中の草木もそうやし水もそう、はい、その自然っていうかな、本当自然の中にあるものって、はい、自然の中にあるものの中に全てがあるみたいなことになってだ、いやそれしかないんですよ。だって、例えば、まあ、いつもの通りのお話やけど、通貨的なもんな、マネー的なもんなんて、はい、一番分かりやすい例やから言うけど、あの人生ゲームって昔あったやんか。あ、ありましたね。まあ、今もありますけどね、人生ゲーム、ね。あれでなんかほら、偽札みたいなやつ。偽札みたいなやつ。はいはいはい。ね、キャッシュローゲームも入れてありますよね、人生ゲームね、はいはい。そう。今の米ドルもユーロも日本円もあれと一緒っちゃ一緒なんですよ。分かる、うん、でも、うん。誰かがこれが通貨ですよって決めたらそうなるだけの話や。うんうんうん。ものすごい分かりやすいよな、これ。そうですね。うん、こんな人怒る人、ほんでそんなことない、人生ゲームの神とあのお金とは違うとかって言う人はおんねんけど、一緒やっていう。結局、結論は同じですからね、全くね、変わんないですからね。それをただ置き換えてるだけだよね。元は一緒よね、こっちが本物で、こっちが偽物ですよって、決めてるわけじゃん。そもそも偽物の本物もないんですからね、本来はね。うん、で、まあ、その話、もう一個踏み込むと、偽物がなければ本物ってないんですよ。そりゃそうだ。そういうことですね。そりゃそうだ。うん。だから、それを言うと上がなければ下もないみたいな話になってくる。右がなければ左もないと。はいはいはい。だから、北がなければ南もないみたいな話。それはないよね。うん。そういうのも誰かが勝手に突っ込んだだけの話なんですよ。北とか南とか。そうね。そうね。そういうことでしょ？そうね、それはその通りだよね、うん、だからそこに北南西東っていう言語がない状態になってると、じゃあ何がどうなるのみたいな話になってくると、はいはい、お彼岸はなんかあっちの山の方から上がってくるわねとか、うーんで、冬場はなんかあの、はい、お彼岸の角度がちょっとあの木のうん、とあの木の枝の3本目ぐらいのところにの高さにおるけど、夏場になると一番上の木の枝のところになるわねみたいなやつとか、はい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 、そういう次元の話ですよ。そうですね、そういう話ですね、確かに、うん、だから勝手に便宜上なんかこう作ってるだけの話じゃないですか、本物も偽物も、うん、ちょっとぶっ飛びすぎかな今日は。今日思いっきりぶっ飛ぼう思って言ったから、うん、ぶっ飛んでます、こう突き抜けるようにブーってやったね。今日は天を突き抜けるぞぐらいの勢いで、はい、今日は勢いがありあり、もう本当にもう、うん、スポーツカー乗ってる感覚でピューって言ってますからね、置いていってますからね、
しましょうね。でもそれでいいんすよ。もうその程度でいいんすよ、みんなも。うん、それなんですかぐらいの感じでいいんすよ、もう。うん、でも自分にやりたいようにやらないとそれはダメですし、結局のところは、本当にでも今日話しておいて、すごい自分の中で衝撃的だったというか、改めて認識したり、分かりやすかったのは、自分から、周り、自分中心から周りやると、周りの人は、自分がいなければいなくなってしまうってのはその通りだなと思う。そう、うん、まあそこの話もう一回言うと、自分がいなかったら、愛ちゃんがいなかったら、うん、愛ちゃんの奥さんもいないんですよ。そうね、そもそも存在しないですからね。はい、そういうことでしょ。はい、っていうことは、自分がいなかったら A さんも B さんも C さんも D さんもいないということは、自分がいるから A さんも B さんも C さんも D さんもいる、ということは A さんも B さんも C さんも D さんも自分なんですよ。もう一個結論。はいはいはい。それも自分。だから自分のことを嫌う、その人のことを嫌うっておかしくないみたいな。本当にそうだと思いますね。それって自分を嫌ってるんですみたいな。はいはいはい。これ面白いよな、これ。面白いと思いますね。だからこうなるとどうなる？みんな兄弟みたいな。人類みんな兄弟みたいな感じですね。ねえ、人類みんな兄弟のあの人もね、CIA のエージェントでしたけどみたいな。はい。まあまあ。ちょっと今日ね、あのぶっ飛びすぎたけど、まあ本当、言うっていうか、ね、これ、思うがままっていう言い方の方が正しいかな。そうね、それはすごくわかりますよ。思い通りというか、思うがままにグランドデザインするみたいな。グランドデザインか。まあね、グランドデザインだね、確かにね。でね、自分で自分のことデザインしないのに、誰がすんのよみたいな話よ。だから誰かにデザインされちゃダメなんですけどね。結局自分自身が自分自身をデザインしてやらないといけないから、結局自分自身が自分自身で動かないといけないしっていうのは本音話ですよね、ここはね。だから自分の生き方も、自分のなんていうかな、商売的なものの仕方もで、まあ自分の楽しみ方もで、果ては何歳まで生きるかとか、全部自分で決めてしまうぜぐらいの。そうね。なんだったらお釈迦さんに私が説教してあげましょうかみたいな。本当ですよね。ぐらいがええよ、本当。本当にね。で、これは別に誰かに迷惑かけてるのかな、そういう話でもなんでもないわけで。自分の中で全て完結してるわけやから。はいはい、自分がやりたいように、自分が好きなようにやっていくってことですよね。まあ、そんな感じでいいんじゃないでしょうかみたいな話ですよ。もうちょっと時間。だけあるから、愛ちゃんなんか今日こんなこと話しませんかみたいな、あったりなかったりすればみたいな。今後いやいや、今日こんな、ね、あまりにも飛びすぎたんで、なんかなんていうかな、見てる人からしたら、人なんかこうなんかもう一つ付け加えてよみたいな。付け加えてっていうか、結局のところやっぱりそのそれが全て行動にもつながるでしょって話ですよね。だから結局。ほら、一言最後に付け加えてもらわないと、なんか身も蓋もない話よね。身の蓋と、でも、明らかにだから自由にできない人って自分で行動制限しちゃってる部分があるじゃないですか。結局のところはね。だから、そう。誰か私を自由にしてよって言ってるように聞こえんのよな、その手の話って。そんなんありえへんでしょ。だから結局このところ、やっぱり抹茶の話を聞いてても、総合的に分析してもそうなんですけど、やっぱり他人に依存する人が多すぎるんですよ。本当に他人に対して、他人が何かしてくれるっていう風に思う人が多いんで、結局は起業家も自由になってる人も、自分が自由だと思ってる人も、会社員でもそうなんですけど、思ってる人って結局自分が自分自身を信じて行動してるんですよ。やっぱりそういう、そのきっかけが、他の人からのメッセージであったりとか、他の人に影響されてたきっかけはありますけど、結局は自分なんで、だけどやっぱり、そう、結局自分自身のことを行動してくれっていうしかないですよね、信じて、自分自身を信じるしかないっていうか、
いや、なんかまあ面白い話だけど、だから例えば自分がいなければ周りも世の中も宇宙も地球もないのに、なん、うん、どういう話みたいな。そう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 。それってそんなことあんのみたいな。そうそう、なんかこう漂ってるだけみたいな話だな、それ。だからみんなが例えば落ち込んでる人だってうまくいかない人っていうのは全部そうですけど、自分自身じゃなくて他人依存しちゃってるんでしょ、やっぱり、うんうん、他人に対しての他人にお願いしちゃってる部分があるから、それは自分だよね、自分が何とかしないといけないよね。まあでもね、一つだけ愛ちゃんね、ちょっと今日はあの俗っぽい話で締めると、うん、俗っぽいとこからいくとな、うん、あのやっぱ経験っていると思うんですよ、一つやっぱりね。で、うん、あの経験値としてはどういう経験を踏むっていうか、あの経験するとなんかそんなとこに行ってしまうんかみたいな話でいくと、なんちゅうんかな、悩む、やっぱりね、どうやったってその外からとか世の中的なものとから社会的なものから降ってくる時ってあるんですよ、めんどくさい話が、もうどうにもならん話って結構ある、まあね、あるね、うん、自分が種まいたわけでもないけど降ってくる時あんのよ、どうにもならないから。あ、それはありますね、うん、でね、でその時にどうしよう、これをああしようこうしようって対処してる時ってあるんですよ、うん、不安になりながらとか、ビクビクしながらとか、なんとか思ったりしながら、こう感情が揺れ動きながら対処してる時ってあるんですよ。みんなそういう経験ってあるはずなんですよ。はいはい、で本当にもうどうにもこうにもならんようになって、もう どうでもええわ、どうにでもなれと思ったら、そっから道が開けてくることって結構あんのよ。はい、もうどうにでもなると、ほっとけも、うん、もう何もせんとほっとけというようになった結構うまいこといくときってあるんですよ、本当に。うん、大きければ大きいほどな。うん、だそういう経験をすると、あ、これは外から何かが降ってきてなってるわけではなくて、自分の意識の中っていうか、自分のその認識の中で勝手にそういう問題が膨れ上がってるんだなって分かるときが来るんですよ。うん、はいはい。そこは多分、なんていうかな、なんていうかな、俗っぽい話でいくと、自分の転換点みたいなことが僕はあったわな、やっぱ。うん、まあ、どうにでもなれみたいなやつですよ。自分の転換点ね。はいはいはい。だから、その、小手先で、ああじゃこうじゃやってる時って、いろいろ感情揺れ動いてやってるけど、結局は大したことなかったみたいなやつで、後振り返れば、そういうことあの時なんかあんな悩んで一生懸命やったけど、後から振り返れば別にどうでもいいってみたいな経験ある人おると思うけど、愛知もあるでしょ。ありますあります。あの頃の方がそうねって思いますし。そういうことですよ。結局日々もそうだと思いますよ。結局今はこう重要だけど、あと先10年後に考えると、ああ、あんな可愛いことだったのねっていうのは、逆に人間では忘れちゃうんで、そんなこと忘れてますよ、うん、逆に言っちゃうと。うん。人間の記憶ってうまくできてますから、本当に。そう。だから、今日の最後の皆さんにお話しするとすると、ほぼ世の中の悩みなんて、どうでもええ悩みだから結局のところ、それは自分が作り出してる悩みであって、実際、外からみたいな、外的から大したことない悩みだったりもするから、その辺気にしないでやった方がいいし、あとは自分勝手に生きた方がいいよって話ですよ、やっぱり。結局、うん、結局みんないい子ちゃんぶるんですよ。結局のところは何に自分にイコちゃんぶる、自分自身、自分自身は他人か他人にイコちゃんぶる、なんでわかんないですそんなわかんないです、わかんないですけど、わかんないですけど、他人に対してイコちゃんぶっちゃってる部分があるから、いいように見せたいんですよ、みんな。だからわがままじゃないんですよ、みんな。どう認識されてるかを気になるみたいな話。そうだから、これ今日の話の最初の話と一緒じゃないですか。自分がの認識次第やから、そうこっちがどう思ってるかだけの話、そうそうそう、いいんじゃないの。結局あれじゃないですか、要は結局他人に嫌われたくないっていうような思考だったりとかもそうだと思ってて、だから他人に嫌われたくないから、自分はそういうふうに一緒にいい顔を見せるとかいうか、もうちょっとだ、要は、そうまあでもこの動画、これもう何回目になるのかちょっとようわからんけど、これいつも見てくれてることはもうないと思うよ、その
大体理解してると思うから、そんなバカなことはしませんみたいな。うん。になってるん違うかなと思うけどな。うん。ね、なんかそういう、なんかあれですよね、そういう人と会ってみたいですね、この動画をよく見てくれてる人にね。ああ、そうやな、今度なんかここら辺に顔いっぱいさ、みんな参加型みたいなやつする？はいですね、なんかやりたいですね。だからね、本当そういうこともやりたいなと思って、本当にどういう人がいるのかっていうのもすごく興味ありますし。どういう興味あるかな、愛ちゃんな。もう興味ありますね。どういう人が 見てくれてるのかっていうのを、顔出しなくてもいいので、音声でもいいので聞いてみたいなと思いますけどね。まあ、なんか少ない数しか見てんけど、大体毎回同じぐらいの数見てるから、大体同じ人が見てる。見てくれてるんでしょうね、多分ね。だから毎回再生数同じぐらいなんで、あ、見てくれてるんだっていうのはびっくりしちゃってて、ちゃんと。減りもせえへんし、増えもせえへんけど、ずっと同じやから、これ同じ人がいつも見てるんやろな、みたいな。たまにだけ、たまにだけで数字が変わりますけど、本当に面白いように、あ、見てくれてる人は見てくれてるんだなっていう部分だし。あ、コメントはあんまくれんから、どう思ってんのかなとか思ったりする。英語だから分かんないのか、日本語な、外人が見てくれてるのか、いや、まあ、分かんないですけど、でもそれでもやっぱり見てくれてる人は見てくれてるんで、ぜひなんかね、コメント欲しいですけどね。うん。まあそんな感じで今日こんなんで変な話になりましたけど、はい、わかりました。まあみんなそれぞれ自由ですよと。自由ですよと。自由に生きろお前みたいな感じですね。いや、いや自由に行くじゃない、そもそも自由ですよっていう話。そもそも論がもう自由ですよってことですね、はい、そもそも自由ですと、はい、ちょっと自由なんですけど自分で不自由にしてる場面がありますから、ありますから楽しんでいきましょうみたいな話ですよ。わかりました。はい、あ、今日はもうおじいちゃん、死んだおじいちゃん、親父とおふくろがもうこの辺で疲れたからって言ってるから。わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。はい、はい、この辺、はい。